はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。今回はですねこちら、デジモンリアライズ、こちらでですねガチャを引いていきたいと思うんですけれども、ここですね、リリース記念超進化ガチャですかね、超進化フェスですね、鋼鉄の狼メタルガルルモンということで、あとガルルモンですね、まあ、狼デジモンのこの2キャラがですねピックアップというか、まあ、出てるんですけれども、こちらのですねワーガルルモンを狙って、ガシャを引きたいと思います。10連プラス1ガシャで200ですね。これもまた石何石か忘れ分かんないんですけれども、200消費して一発勝負いってみたいと思います。早速いきましょう。はいと、さあやってきました。このタップで全て決まっちゃいます。まあ大体ゲーム同じですけどね。いきます。ほっとな、青だ青だ青だ、青外れなんすよね。青いらないな、全部青だ、全部青、全部青か、全部青か、これはちょっと怪しいな。あらららららら、あら、あら、おわ、手厳しいじゃないですかこれ。うわー、ゴツモンとか出てる。あ、プロットモン出ましたね。いやー、やっぱ青は全部は外れっぽいですねこれ。昇格とかないのかな。アグモン黒とかある。あー、ガブモンだ。あー、ファルコモン。ということで全部青だったんで、これなんて言うんですかね、成長前の、キャラクターっていうんですかね、ちょっとわかんないんですけれども、残念ながらゲットならずです。ありがとうございます、すいません。またですねちょっとリセマラしてですね再挑戦していきたいと思いますので、その際また動画上げるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。以上、井上ゲーム&チャレンジ、今回はデジモンリアライズお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。グッバイ。